ベサ、ローカルバスは VL バスとも呼ばれ、当時乱立していたグラフィックアクセラレータ接続用ローカルバスを統一すべくパソコン向けグラフィックス機器メーカーの業界団体ベサによって1992年8月に策定されたローカルバス規格である。イサコネクタの先に MCA コネクタを設置し、そこに i 八十六のメモリバスを直結する構造で、イサ部分が 通常の i、o と割り込みを MCA コネクタ部分がメモリマップド i、o とドマを担当する VGA カード、スカジーカード、マルチ i、o カード等が商品化されていた VL バスはイサの後継たる汎用高速バス出現までのつなぎとして設計されたもので i486 に強く依存した構造であるため以下の制限を持っており PCI バス登場後は その普及とともに姿を消していった。PC-9821MA との98ローカルバスもこれに準ずるものとして扱われることが多いが、こちらはネサバスのサブセットに近い構造で、元のネサ同様、電源や信号特性は VL バスと比較にならないほど良好である。ただし i486 に依存し、ペンティア向きでは性能を十分に発揮できない点は、 同じである。ありがとうございます。